アサラマレイク。このマイクは偽物です。はい、はい、じゃあスタートしましょう。ね、この間ね、動画出したよね。そうそう、1万人突破した時の動画、まあ、この動画なんですけど、1万人、ね、ありがとうございます。ね、でいつの間にね、動画出してから今もう1万4000に突破しましたってことは、すごいね、4000人も増えましたね。あの時から2万人に行けるかな。今年は無理ですね。みんなよろしくお願いします。よろしくお願いします。偽物です。偽物じゃないけど刺さってないので。そうだね、刺さってないです。じゃあ質問に、みんなから質問すごくいっぱい来てた、うん、200件近く来たんでしょ。そうね、でほとんどね、でもインドネシア語だからね、あなたに本当は読んでもらってほしいんだけど、でもあなたに頼んでもね、多分無理だと思いますので、私が代わりに呼びたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、それではしょこさん、準備はいかがでしょうか。いいよ。はい、よろしくお願いします。じゃあ初めての質問、なるべくね答えてこうね、ランダムで答えますのでね、質問がまだこう、答えがない時が、そういう方がいたらね、本当に申し訳ございません、全部に答えられなくてごめんなさい。まあ、できたら一人一人コメントで、時間があったら返しますのでね。じゃあさっさと、もう時間も時間なので、始めようと思います。はい、始めましょう。よろしくお願いします。お願いします。いいから早く始めてよ。早く読んで。ねえ、初めて質問です。ニャンパスさんから。ニャンパス、ニャンパスさん。まあ質問3つあるんだけど、これはどういう意味なんだ。面白そうな質問いきましょう。2番の質問です。Siapa yang suka duluan dan alasannya? これは日本語で言うと何歳ですか？ちげえよ。ちげえよ。刺さってないです。せーの。刺さってないです。じゃあ何？初めて、好きになったのは誰ですか？じゃあ呼び出しでいこうか。ないよ。せーの。いやこっちだから。はい、ということで私からです。はい、ああ、好きじゃなかったの？え、好きじゃなかったの？いつから好きになったの？私は、ちょっと覚えてないっす。はい、はい、さあ、次の質問いきます。次の質問はですね、 RX7 ファイアサイドから。ファイアサイド、yeah. はい、この質問は面白いです。di sana. Sudah tengah malam gak sih bang? Kayak sini. Oke. Anji wa ima yonaka desu ka? この質問来た時何時？今、まあ夜中だよね。9時半です。9時半ですね。そういえば、こっちはインドネシアの中部ジャワの時間と比べると2時間早いですよ。要はパプアと同じです。ね、ライトからすると1時間早いんだけど、そう、インドネシアが3つに分かれてるから。え、そうなんだ。そう、だから3時間後、2時間早いです。ジャワからね。OK。で、次の質問。あ、これも面白いですね。モデレットブロックさん。モデラテブロックさん。モデラテブロックさん。いやー。ありがとうございます。なんでインドネシアの、kenapa mau nikah sama orang Indonesia? Apa sih kelebihan orang Indonesia di mana? Di mata perempuan Jepang yang mungkin maksudnya Korea ですね。なんでインドネシア人と結婚しようと思ったのか。で、インドネシア人のいとこって何ですか？インドネシア人、なんだろう、インドネシア人を選ぼうって思ったんじゃなくて、でも日本人に
あんまりにもモテなさすぎて。そうなの？あ、本当に。外国人だったら私のことを相手してくれる、うん、って思ったの。私後ろに相手してたっけ？なんだろう、日本人ってさ、うん、私結構多分日本人っぽくないじゃん、性格が。わ、うんうん、かる、うん、一緒にいるからわかるじゃん、うん、そうね、みんなもわかると思うよ。そう、動画で結構さ、あのわーって感じじゃん、うんうん、でも日本人の男の人って静かじゃん。静かで、わーって言う人。私だって静かじゃん。それは嘘だ。ちょっと黙ってて。日本人モテなかったからです。あと外国人の方が気が合うから。気が合う、そういうことだ、うん、よし、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、インドネシアのいいとこは？そうや、あのリサーチのいいところ。いいところ、うん、まあ人によるんだろうけど、うん、ポジティブ。ポジティブです、ね、あ、もうそこに尽きるよね。あ、そうだね、リサーチもポジティブだからね。私こんなわーってやってるけどさ、意外とネガティブじゃん。ネガティブだね。そうですね、そんな感じですね。ピカチュウ映らない。 OK、 さえです。あ、全然映らない。今ゆっくりね、お菓子食べながら答えます。9時だよ、夜中の9時にお菓子食べながら。9時ですけど、まあこんな感じでね、こちらはすごく足もすごいしびれてね、ちょっとなんかわちゃわちゃ動くけど、ごめんね。これなんていうラジオですか？なんだっけね、忘れた。ジョージャパンラジオ、ジョージャパンラジオ、ジョージャパンラジオ。次の質問ですね、プラモヨガエサさんからです。このプラモヨガエサさんからですね、あ、ダニアジランジャランプラスピキのフォッディルネサ、あ、イノシアで、まあ、旅行して、ビログを撮り、撮る予定はありますかっていう、まあ、動画、動画、インスタの旅動画を作る予定はありますか？あるある、ね、全然あるよね。あります。うん、っていうのはね、まあ、有名の一つはそれですね。うん、まあ、日本一周でも、イノシア一周でもね、二人でやっててね、うん、面白い。面白い動画ね、たくさんあげたいと思いますが、うん、だからね、皆さん本当に応援してくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah. OK、次の質問ですね、ヒクマ・ウィバワさんからです。ヒクマ・ウィバワさん。ヒクマ・ウィバワさん。OK、ヒクマ・ウィバワさん。この質問も2つあるんですけど、面白い質問でいきますね。どうやって、うん、bagaimana istri mas Sansang bisa jatuh cinta sama mas Sansang hingga memutuskan menikah? 優しいなぁ、この人優しいなぁ、結婚向きで終わり。いや。よし、次の質問です。次の質問はですね、この人、よし、これヨガイカザさん。マサンさんはビナコラガンがカルブレターをテロニアのモンパレケンのシュアメティアンが。マサンさんは国籍変えますか？で、イノリシアに変える予定ありますかって、クラテン氏、クラテン氏からよろしくです。そう、クラテン同じです。同じ感じです。会いたいね。ね、クラテンに使いたいですね。ちなみに私、国籍は一切変える気はありません。100% インドネシアです。ね、100% です。死ぬまでインドネシアです、うん、あなたも死ぬまで日本で。もう決めたよね、これはね、変えません。変えません。はい、行きましょう。次行きましょう。日本も大好き。はい、次に。別に嫌いからか、あの、次に行きましょう。嫌いとかじゃないからじゃなくて、次に行きましょう。別に分かったよ。早く次行こう。別にね、やっぱり本当にそう、インドネシアです、本当に。いや、早く次。プロインドネシア、次ジャパン、インドネシア、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジョージャパンラジオ。はい、次の質問いきます、はい、いいですか、ショコさん。 OK、 誰？ソフィアンさん。ソフィアンさん、これはね、バンドゥンからです。バンドゥン、ハロー、バンドゥン、バンドゥン、バドゥン、バドゥン。もうか、mau kan aja bikin vlog khusus dengan mertua Jepang. Gimana tanggungannya, mau punya mana tuh orang Indonesia suka atau dukanya. Kalau mau kokusai kekong ngecerite, どう思ってるのかちょっと知りたいんだけど、今本当は電話したいんだけど、もう今夜中だから。もう10時。まあ大体ね、わかるよね、多分どんな感じ。多分だけど。
ちのお父さんとお母さんは、うん、子供の人生は子供のだから、うん、私が好きに決めなさいって言ったよ、うん、好きにしてくださいって好きにしてくださいって言ったら悪いけど、うん、自分の人生だから自分で決めなさいって感じ、うん、否定はしないよね、うんうん、いいお母さんとお父さんだと思う、うちのお父さんとお母さんは、なんかその、うん、自分の子だからこうし、こうあってほしいとかじゃなくて、うん、あなたが好きなように生きなさい、ね、昔からずっとそうだと思う。ジョージャパンラディオチャンネルなんでもない。おお、うまいね。いや、それ日本語助かるね。サンペアンラピネンポンタンゴダマス。あ、もう結構長いのって。何か7年ぐらい。本当に7年間です。合ってんじゃん。合ってる。本当にじゃねえし。7年間ですね。はい。杉野哲文です。アレンジ。バレンジン。よし、ごめんなさい。やめましょう。これは時間がかかりすぎて、さっきの、まあ、呼んでもらってほしかったんだけど、ね。結局、まあ、名前呼ぶだけで1分かかるので。もうやめよう。よし、次の質問ですね。アリルバレンタインゲーミングさんからです。ゲーミングサランプルジャワティモロチョバニュアンギバニュアンギハローバニュアンギバニュンワンギアギンバニュアンギバニュンバニュアンギワンギン。奥さんはダンベ好きですか。ダンベ、嫌いでも好きでもない。好きでも嫌いでもないね。うん、okay. 嫌いじゃない絶対に。で、うん、リクエストあります。リクエスト、あのラウンドのさっきの質問を歌ってください。まだできないね。インドネシア語がで壊滅的だったね。ジョージャパンラディオ次、ウジャンボディンさんからウジンブランバン、bisa ceritain awal mula ketemu sampai nikah?Terus hal sulit apa yang dialami dari awal PDKT sampai sekarang? So, apa tuh kara kekong seru banget lo? Oh, ini. Ini yang minah ceritain deh, ini kekong. Jadi, これ答えるか? Nah, cerita のはですね、昔ってまだ Facebook でね、うん、結構流行ってた時にね、流行ってた時にね、インドネシアと日本のグループ的な、インドネシア人が日本の文化が好きな人たちの集まりと、へえ、ああそうだね、そうだね。で、インドネシアのことを好きな日本人の集まり、そのグループに入ってて、あったね。あったね。フォーラムだよね。インドネシア国際フォーラムだっけ？そう、そういうフォーラムだったね。まあまだ活動してんのかな？まだ活動してると思う。へえ。懐かしいね。懐かしい。で、あの時は。そこの投稿で、ね、うん、あなたとこしてるよね。なんととこしたんだっけ、あの仕事のこと。そう、なんかインドネシアの知り合いの人が、うん、あの仕事探してたから、うん、知ってる人いますか。あ、で、私がなんか、あ、そうだね。で、仕事のことならこの人に聞けって私聞いたのね。聞いてくださいって言われて、何にも、なんかもう写真のも結婚してると思ってて、何にも、あ、そうだね、別にこのナンパするとかそういう感じじゃなくて、当時だって一緒に写ってた人がいたもんね。そう、男の人、誰だっけ、あれ店長だっけ。いや、ガイドさんかな。あ、そうだ、ガイドだ、うん、ナナンが写ってた。そう、それだからもう結婚してるかと思ってて、別にまた違うと思ってて、あの返事したけどね。まあそこからだよね。そうだね、仲良くなったよね。ね、普通に、なんか話もね、普通に進んでるからね。結構トントントンって結婚したよね。ねえ、うん、付き合う？いいよでしょ。付き合ってみるって言ったよね。付き合う、私がやったんだっけ。いいよ、私がやった。そうだよ、付き合ってみませんかって。付き合ってみます、超軽いノリできたから。こっちも、え、いいよ、超軽いノリで付き合った。でも、そしたら毎日電話くれたんだよ、そっからね。結構毎日毎日ね、電話は何週間か、1ヶ月ぐらいしてからかな。最初のうちは LINE かなんかってずっと Google、 昔は懐かしいね、昔 LINE なんかなかったよ。
やり取りしてるね。Google の Google Talk っていうのがあってね。ただチャット、そう、チャットできたら違うよ。Twitter じゃね？スカイプだよ。あ、スカイプ。やばい、もう死語だね。スカイプ、ジトークで、ああいうのは使ってないもんな。そうだね、ラインなかったんじゃない？本当に。私のがなかったね、ヌレさんあの時は。いや、日本も多分入ってきたか入ってきてないかぐらいで。そんな感じだった。やばいね、7年ってやばいね。忘れちゃってるよね。それからね、まあ2年間ぐらい、うん、2年間ぐらいうちらの遠距離恋愛してね。そうそう。で、で会って、だって会って何日間ってアディがプロポーズしてきたじゃん。そうなの？そうでしょ。5日だよ。会って5日でプロポーズされて、私もいいよっつって。いや、面白いよね。でも親に会いに来てねっつって、親に会いに来てもらった。面白いね。で、その後アディのところに結婚して。あの時は日本語片言で何も言えなかったね。嘘だね。ペラペラって。でも結婚して生活してから、ね、ちょっとお鍋取ってくれるとか、お玉取ってくれるとか言うと全然伝わんなかった。最初は。そうなの？壊滅的だと思って会話がないじゃん。いや、結婚生活の会話が分かんないよね、まずね。そう、今やね、もうね、ご飯炊いといてさ、炊けるしね、うん、何でもできるもんね。ジョージャパンラディオ、次の質問ですね。意外に早かった。次の質問ですね。スラフェット GGWP さんから。スラフェット GGWP さん、pas pertama ke Jepang sekolah kerja atau sekolah atau kerja mah kalau kerja LPK lewat kalau kerja lewat LPK apa? Saya datang ke sini tuh dulu magang dan saya lewat LPK CIAEC ya, CIAEC Yogyakarta. Jadi dulu LPK-nya itu ada di Jakarta, di Surabaya dan di Yogyakarta. Saya lewat Cik, Cik namanya, Cik. Mungkin ada teman-teman Cik di sini ya. Wajib komen. Oke. Okay. Hai, segini sih mau ikhmas. Segini sih mau disini. Kosan Elektro Sangkara des. Kosan Elektro. Bagaimana kabar Jepang sekarang? Apakah masih kau darurat? Ima Nihon wa どうなってるの？まだ緊急事態なの？今まさに緊急事態な感じ。ね、今すごい増えてます。今現在。この動画撮ってるのは12月の26日です。で、なんか今日ね、1日東京だけで900人以上ね、感染が確認されましたね。危ないです。気をつけましょう。ね、皆さん気をつけましょう。気をつけましょう。次の質問です。ヒドヤダヤさん、アサムライコン、ブジネブリポカリス、ワカギペン、ワカギペンのボーカルの、ボーカルに似てるって。ありがとうございます。全問桜、よく歌います。ジョージャパンラディオ。 Oke, segini semua des. Mas Mamang Exit Sangkara. Mas, tips and trick dapet istri Jepang full set kawaii gimana bang? Full set berarti harus pakai box dan sebuku-bukunya gitu ya. Kalau tips yang cuman batangan ada mas. Oke, jadi これはね、どうやって日本人と結婚できますか？方法と、あ、日本に来ればいいんじゃない？それは一番、それは一番いいかもしれない。まあ、まず日本語を勉強しましょう。ね、やっぱり日本語できるだけでチャンス増えるよね。日本語できるだけで。まあ、それはそうだね。うん、でも私全然日本語ね、できない友達がいて、その人も日本人に教えてる。で、向こう、日本人がインドネシア語できる人？できない。で、今はまだグーグルで。翻訳で？そう、面白い。すごいね。で、うまくいってる。へえ、すごい。面白い。でもまあ、結局愛の力ってすごいよね。言葉、国籍ばっかりじゃないよね。言葉はいらないです。マジでいらない。そこじゃないね、私が言いたいの。違う、インドネシア人、日本人と結婚したいじゃなくて、好きな人と結婚した方がいいよね。そうね。うん。日本人と結婚したいじゃ失敗しちゃうから、結果好きになった人が日本人だったが一番いい。そうね、本音だね、結局ね。はい、次の質問いきますか。Subhan Mubarak さん、kalau disuruh milih tinggal di Jepang atau di Indonesia、
私あ日本かインドネシアでは住むならどこがいい？ジョブじゃん。違う、日本かインドネシア。え、どっちに住むかってこと？そう。これね、難しいよ ね。どっちにも住みたいんだよね。うん、私もね、やっぱ自分の自分の国には住みたいよね。そりゃそうだよね。ね、私もそうだけど、やっぱり日本にもね、住みたい気持ちはある。結構ね、うん、まあそれぞれ行き来したいね。それぞれのなんかこういいところと悪いところっていうか、はい、なんだっけ、やっぱりいいとこがあるから。でもうちは結構ね自由だからね。お子さんの面白い一発ギャグこと、普段面白いことを一つだけ教えてください。あんまないくね。あのちょっと面白いっていうか、やめて、歩くときにやめて、すぐぶつかる。確かに私すごい端っこにいるのに蹴られるんです。私違うよ、それじゃない、それじゃない、それじゃない。あってさ、結婚して最初の頃にさ、前歩いててさ、ショック危ないって言われた時にさ、もう走らがって前にあったね、あったよね。すぐぶつかります、危ないです。確かに否定できない。すごい面白いですね。気をつけよう。はい、お子さんはインドネシアの名前ありますか？ないです。ないですね、このままですね。とりあえず今度もし欲しかったら私が作ります。何がいいかな。あ、そう、それ聞きたいね。みんな何、私の名前何が合ってるか教えてほしいかも、ね、ぜひコメントで。ジョージャパンラジオ、エクスプトラシアさんからです。サラモアレイクム。ワアレイクムサラーム。ワアレイクムサラーム。Bang, mau tanya dong, adakah perbedaan logat di masing-masing daerah Jepang? Kalau ada, coba jelaskan contohnya seperti apa. Terima kasih. Oke, ano, Nihon de Hogen. 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 Hogen ka. Hogen っていうのってありますか？ある。ありますよね。ありすぎて。ありすぎて。まあ、イノリシャと似てますよ。やったら、一つ、一個だけちょっと教えてください。っていうか、ね、どんな感じなの？え、今私の頭の中に思い浮かぶのでいいの？うん。なんでやねん。はい。それは、大阪。え、それはこれでもイントネーションが合ってるかは分かんない。埼玉で言うと、埼玉で言うと、そのなんで屋根が、なんで、なんで、うん、屋根がつけない、つかない。おでもなんで屋根もこれ合ってるか分かんない、私の発音で。ジョージャパンラディオ、ウベルトス、ワハユさんですね。ワハユ、これね、中学生の時の同級生ですね。すごい人ですよ。たまいですよ。で、今コロナはどんな感じですか？で、2つ目の質問は、e パスポートは、そのまま行けますか？e パスポートのビザ番号ましょう。e パスポートがビザます。ありがとうございます。行きまかったね。おやらまかったもんげ。それで、コロナね、コロナの状況はね、さっき言ったね、Eパスポートはできないです。できないです。申請が必要です。申請が必要です。ジョージャパンラディオ。次の質問いきます。ジャロレワさんからですね。じゃあ、こちら、ベテウイスティングビザバサジャワンがまあ、速さとらしいと思うよ。ジャワゴできますかって。ひだべさん。できるでしょ。ほら、おぽぽマトルノワン終わり。よし、すらさい。はい、そこで次の質問いきますね。はい、モハマドリスキーさん、セイエンギルマスピケンコンテンフルイストリニアニラクインドリサイインドリサの歌を歌ってください。トピサヤブンダブンダトピサヤカラオティタブナブカントピザヤタタンタン。はい、いいでしょ、最高でしょ。で、次の質問ですね。疲れましたね。疲れたね、さすがにね。答えるの大変だね。はい、この間でヨロクマナさんからです。はい、
バイスリモクドランジュパンスリアパプラスタランハーフなのってありがとうごちゃいますって。かわいい、ありがとうごちゃいます、ありがとうごちゃいます。答えてください。え、 100% 日本人です。本当に本当にですね。ジャワジャパンラディオ、aku hadir kak menon cewek dia Dwi Arianti, dia Dwi Arianti ini dia Dwi Arianti, aku des dia ini, mana aku suki suka, ore, dia Dwi Arianti san, halo, halo, terima kasih, ada teman-temannya cewek semua ya nih, mana aku untuk udah jizin sasat ini, jawab-jawab ini masya Allah, jawab-jawab radio. Mas Gazi 17 Sang nih. Bang, channel Sang Sang kakak upload lagi. Sang Sang channel duga agak ないの? しばらくですね。今コロナがありますのでね。あんまりこう、あのチャンネルは普段音楽の活動でやってるから、しばらく適当にアップロードします。すいません。今はここで代わりに謝ってきます。ここで力入れます。マフヤ、ね、まあ要は一緒だからね、どっちも登録すればね、私がいるから、でここにはまあ社内に私の奥さんがいるからね、どっちもいい。まあね、皆さんにね、まだ面白い動画を作りますので待っててください。ジャワジャパンラディオ、おはよう。おはよう。ハリモガチャさん、ハリモガチャさんはね、おはよう。いつもコメントしてくれてるから、ね。そうなの、いい人だね。ハリモガチャ。おはよう。まあ、質問は同じです。まあ、うまくいくもともとそこでワンマッターさんがなんかあったね。わかんない。元気ですかって。元気だよ。今んとこコロナにもなってない。頑張ってね。ありがとう。つまかし。待ってるのも。今度日本へ会うできますようにって。あ、会えますように。うん、そう。道端でばったり会えたらすごいね。あの、なんかたまに帰ってくるの、日本にね、旅行してるらしいですよ。じゃあコロナ収まったらぜひ、ね、ぜひ会いましょう。時間がね、1時間ぐらいもう撮ってるから夜中になっちゃう。もう今11時ですね、そろそろね。そろそろごめんなさい、ちょっともっと答えたかったけど、ね、思ってるより質問を答えるって大変ね。もっとね、今度また作ろう。うん、時間ある時にね。時間ある時に、うん、これできたらいいね。本当は本当に、私は最初100質問答えようって私最初言ったんだけどね、実際やったら時間、多分何時間も、二人ともね、喋るのが好きだからね、かかるね。多分1個だけの質問は本当はもう一つ動画の10分とか15分ぐらいの動画になりそうなぐらいの、こちらのね、喋っちゃうから多分ね、危ない、本当に100本ね、質問答えるんだったらね、24時間ぐらい、トン1個の動画には無理ですね、これは。結婚生活何年目ですか？7年目です。はい、なんとかですか？なんとかです。なんとかですか？なんとかですか？答えてくれると、ね、100件答えられない。ね、じゃあとりあえずじゃあ最後の質問を探しましょう。面白い質問、日本語で書いてある質問読んであげたいな。分かった。女の子です、見てるんですがあんまりコメントしてないです、よろしく。もっとして、もっとコメントしてください、ぜひ。終わったじゃん。カラオケブルーはすると、カラオケ2人でカラオケして、nyum tadi sa, nyum tadi sa. Bro mukanya pas-pasan bisa dapet cewek cantik, jaman pake pelet ya. Gue ini, nah Indonesia di pelet ya, no ga. Waktu gue anus tuh, waktu gue tuh skenario na, nah ga aku magic gitu gila. Maho, maho sekali disuka. Kekarita. Konna ni kawaii oksa, kire na oksa. Do ya te yata na te gila. Maho suka ta na. 違いますよ、優しかったから。例えば魔法使うとしたら、まあ、多分私もっと可愛い子さ。なんつった、もう魔法使えるとしたらなんつった、魔法使えたら私でしょ、ハーマー、私をさらにハーマー、私ハーマー、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 
なさわさみ、荒垣ゆい、浜辺美波ちゃんと3人とも、それ絶対でブーってくるよ。性格悪いよ。ジャワジャパジャパラディオ。質問です。そうだ、フルシアンテ、これソーダさんかな。これは2人の出会いはいつ、いつ、どこで。2人の出会いはいつかはもう忘れちゃったけど、 SNS です、ね、Facebook、まあ、さっきの言ったね、うん、奥さんの料理で一番好きなものは、一番気になるね。私のね、あなたの料理一番好きなものはね、ゴヤチャンプルですね。ゴヤチャンプルはもともとゴヤが好きだから。それ私の料理じゃねえか。まあ一番好きなのはですね、どっちかというと巾着が一番好きですね。卵を入れるの、うん、豆腐の厚揚げに卵を入れて、うん、美味しい、煮る。結構、ね、食べやすくていいよね。卵好きだよね。うん、美味しかった。バルカマスガデルワトンゴウチョイマンサンゴアロマスツラティ。奥さんにはいつ会えますかって書いてある。伊佐さんは近所さんですよ。奥さんにはいつ会えますか。いつでも。いつでも。すぐそこで。すぐそこですよ。ジャワジャパジャパラディオ。いや、これはもう最後の質問。本当にこれは最後にしよう。よっしゃ。長い。最後の質問ですね。はい。マジマスハリスヒダヤ。もしくはファリジャンバラナハトヤンアクリリドガルマイツリアパマスカオサランコンテンスモーナデカナマス。で、サリングシリジャリガジャングンキタリアニャユアロックシマス。OK。最近ね、気に入りの音楽ありますか？曲でいや。一番。え、もう本当に一番最近で、うん、でいいの。プペル。キヨじゃん。そうだよ、ポペルです。その前は、え、いや、あれ、ホムラ。ホムラ、うん、ホムラね、いいね。ホムラとリサン、ホムラ好きですね。まあそのぐらいかな。秋は、私はね、最近なのはね、止まる。赤い。香水。そうね、根っこだね。根っこが好きね。ぜひあのプペルの歌聞いて。ヘラヘラヘラハロウィンポポポポポペル。心優しい小み人間。これいい歌だったよね。泣いたわ。めっちゃ映画。そう、あ、まずマシアンドルハル。くなって、そこさんはイスラムですかって、イスラム教ですか。いや、モアラ、モアラバジェ。最後にすんじゃないの。最後、これはもう最後です。クリニックオルチッドオモン、いつ髪の毛切りますか。12月の30日。はい、忙しいの私、はい。あの、いつもね、髪の毛は奥さんが切ってくれてます。なぜかというと、奥さんはもともと美容師です。こんな感じです。ジャワジャパジャパラディオ。そこさん、今回のところはここまでにしたいと思います。思います、思います。ね、たくさんまだ質問は答えられないんだけどね、皆さんまだね、ゆっくりまた時間があったら答えますので、ね、ぜひ。それともね、ライブ配信とかで答えた方がいいよ。あ、そっちの方が楽だね。楽って言ったら失礼か。そのまま、うん、いいね。そのまま流してね。ライブ配信だったら答えやすいよね、うん、このライブ配信とかでもね、たまにやろうかな。はい、今回の動画はここまでにしたいと思いますね。たくさん質問をいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、またロナモン、あの次の動画もね、楽しみにしてください。で、ちょっと発表したいことがあるんですけど、うん、まあ来年から2021年からの
今までは土曜日の夜で頑張ってるんですけど、今度は日曜日の夜にね変更する形にしようかなと思ってますね、うん、まあこっちのね多分仕事もあり結構ギリギリまで変数してますのでね、本当はもっといい動画作りたいと思ってるので、まだこういよいよ時間を作ってね、もっと面白い動画を作ると思う、作りたいのでね、皆さんよろしくお願いします。一日だけね長くなっちゃうけど、うん、でもねそこを乗り越えたらずっとまた同じ感じで日曜日配信だから、まあできたらね、来年ができたらね1週間2回とかあげたいけどね、難しいよね、仕事してると難しいよね。はい、じゃあ今回の動画はここまでしたいと思います、うん、また続きの動画楽しみにしてください。せーの、サンパイクトムラギー、アッサラマレイクトピーサヤウンダウンダトピーサヤ、それ何お料理車が国際結婚、車の国際結婚、はい、今回の動画、はい、今回の動画は、はい、せーのいやこっちだから事故、こっちだよね、興味なかったよ、嘘だね、だって告白したのありだもんね、私は告白してないから、そうなの、誰、あなたですけど、本当に見てみようか、これでしょ、初めてね、これでしょ、目が一番重いでしょ、はい、終了した私が、まあ、告白っていうよりは私から連絡がありましたね。でも、まあ、あの時は全然好きとか好きじゃないとかね、何も一切なくて、いいんだよそういうの余計なこと言わなくて、人間としてブリアナこれアンゴラトンチョですよ愛し合う君と繋がってたい、もし花向こうに見えるものがあるアンドハッピーニューイヤー、スラマタフンバルー。